始まりました。少量チャンネル。翔太でーす。りょうでーす。少量でーす。今回は、はい、今回はですね、面白いアプリを発見したので、それをやっていきたいと思いまーす。そのアプリは何かというと、二人の顔をくっつけて、うん、どういう赤ちゃんが、ね、生まれてくるか。そう、それを、ちょっとやってみようと、はい、そういうアプリ発見したので、ね、だってね、やっぱ男同士だから、うん、子供を作るのはまあ現実もちょっと無理があるんですけれどもね、アプリがあるので、うん、それを試してみたいと思います。うん、今回使用するのがこのベイビーメーカーっていうやつで、それがまあ2人の顔を合わせて、うんうん、それ に似てるなんか赤ちゃんの顔をくっつけて赤ちゃんができるみたいな感じで、うんうん、ね、うん、で今回これを使ってみたいと思います。はい、じゃあまず僕から撮っていこうと思います。これあれなんだよね、今撮ってもいいし、もともと写真入ってるやつ撮ってるやつも使えそうだよね。うん、うん、ちょっと多分こういうのはおでこ上げたい方がいいと思うので、うん、うん、いい感じ、いい感じ、 OK、 OK、 はい、次はじゃあ僕を撮っていきたいと思います。緊張するね。はい、はーいっとできました。で、それぞれなんか肌の色とかも選べるみたいだけど、とりあえずそうだね、うん、で真ん中、一番真ん中のやつをやります、うん、はい、はい、でこうやってすごくない、なんか、ね、ここまで完全に、あ、出た、あでもさ、うん、もともとなんかうちら似てるって言われるからさそうだよね、なんか違和感ないよ、違和感ないね、てか顔濃くないこの子すごいね、なんかもうでちゃんと目パッチリしてるし、ねえ、すごい、わあ、かっこよくない、かっこいいと思わないかっこいいと思うな、おう、なんか外人さんみたい、そうそう、外人さんみたいだね、これ本当にうちのかな、うん、なんかちょいちょい間にさ、うん、違う人が挟まってない、え、そうかなわかんない、これは明らかにうちらのから撮ってるよね、そうだね、うん。あ、これもそうだね。え、でもなんか怖い。ヒゲっぽいの入ってる。すごい。そう。そうだね。ね、いいね。うん。そう。あ、こうやって顔をくっつけて。ね、面白いね。面白いので、ぜひ、やってみたら、どうでしょうか。面白い。イケメンだな。怖い。かっこいい。かっこいいね。怖い、でもこんな赤ちゃんいたら怖い、怖い、いいじゃん、こんなしっかりした顔の赤ちゃんいたらおーおーおー、かっこいいなんかわいい、やっぱかわいいや、うん、なんかでもなんか若干おっさん感が出てるヒゲのせいか、うん、なんか大きくなったバージョンとか見てみたいよね、ね、そういうのできるのかなできないかな、どうなんだろう、またなんかこういう、うん、大人になったバージョンの、アプリとかもあったらぜひ教えてくださいね。うちらも探してみよう、うん、ね、ま、面白いね、うん、この動画、うん、面白い、動画じゃねえわ、アプリアプリでね、うん、どう子供もしできたら、子供できたら、できたら、うん、できたらっていうか、もし育てることになったら、どうだろうね、ねえ、でも、うん、大変っちゃ大変そうだけど、なんか楽しそうだよね、いろいろなんかその子のさ成長をさ、うん、そうだね、なんか想像したりとかするとさ、そうだね、そうだね、ねえ、うん、まあ責任重大だとは思うけど、うん、どっちがいい、男の子か女の子か、どっちも可愛いだろうな、うん、どうだろう、でも女の子はわからないよね、多分。そうだね。うん。なんか、
そうだね、うん、いろいろ大事な時期とか、うん、時とかはあんまりね、うん、僕らは経験してないからわからないかなと思うけど、うんうん、そうだね、まあ、男の子だったらね、なんかあんまりさ、うん、そこまで気にしなくてもさ、まあね、一緒に遊んでね、そうそう育つかなって思うから、ね、まあ男の子の方がいいのかな、ね、うん、男二人だしね、うん、なんか多少ワンパクでもさ、うん、あ、そうだね、そうそうそう、大丈夫そうな気がする、そうだね、そうだね、そうだね女の子のなんかケアとかはなんか難しそうだよね、うん、あー、そうだね、なかなか難しそうだね、いや、うんうんうん、どうなんだろう、どうなんだろうというわけで、はい、今回はちょっと短くなっちゃったんですけど、はい、うん、もしこのアプリね、面白いと思うのでぜひやってみてくださいね、やってみてください。で、他になんか面白いやつとかあったら、うん、ぜひコメント欄にお願いします。お願いします。はい。というわけで、うん、この動画が面白いと思っていただけたら、高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。